さあやっていきましょう、天才厳選からね。4人目かな、これで天才選手はヒメネス。いきなり来たな、一発目から来るわこれは。まあ1回目はね500人ぐらいかかったんですけど、2回目3回目と結構早く引けてるから、まあ今回も早く引けたらいいなっていう。ほい、うん、知ってたよ。よしやるか。常に世の中を動かしてきたのは一握りの天才だ。よし、よかった、たまんなくて。またパワービー出てきたな。パワービーって最高値なんだよ。で今回はミートも高いと。それ以外ちょっと低いけど、でもパワーとミートが高いって相当いいね。さあまずはアロマグッズを買って、アロマグッズ買いがある、いいね、幸先よし。さあ行こう、サクサク行こう、サクサク。あのね、ちょっとね、正直言うと迷いがあったね、迷いが。前回の俺は自分の中にブレみたいなのがあった。筋肉のことを信じられなくなってた。だからこそ女にちょっと走ったみたいなのがあったけど、もう迷わない俺は。自分の筋肉のことだけを信じる。これならまずは肩とメンタルやってみよう。誰だよこいつ、も知らねえよ。視界に入れるな、そいつのこと。お、監督、いいね。まずはレギュラー出ないことに始まんないからね。よーし、いいぞ監督、どんどん話しかけてくれ俺に。ライブラリもちまちま覗いていくか。あ、全然いらない、3万円なんて買えないしね、もともと。いいぜ。今回はあれか、デストラーデか、チームメイトは。デストラーデもね、バーストね、ほとんど同じ。パワーヒッターの特殊能力だけを持ってる。だから早めに仲良くなっておきたい。なんかイベント起きねえから。かなりあれだな、肩とメンタルに人が集まってきてるね。いい感じいい感じ。あとは監督さえ来てくれれば。トップの商品一応見とこうかな。まあまだ買おうと思えるものはないね。ちょっと監督あんまり来てくんないな、まあ、信じよう監督のこと。お、あー、このイベントか、前もやったよな。帰る帰る、体力回復優先。
サクッといくぜ、サクッと。ガンダー、これちょっと監督やろうか。ただ二人しかいないからな。はい。で、話書いて、監督。頼む。いいね。すげえ話書いてくれるな。監督、ここか。じゃあ、肩かな、肩。もうあんまり終わなくていい。2回話しかけてくれればね、監督は。あとはなんとか、レギュラーになってくれるっていう。お、なんだこれは。スカウトか。いいじゃない。監督の評価見とこう。多分、1500ぐらい。1200?1700、オッケーオッケー。余裕ですよ、これは。まあ、肩だな。いい感じですよ、ここまで。怪我もなく。順調に来ている。岩上、ヘッドスライディング、いらねえよ。いいね、いいね。頼む、監督来い。よし。また肩練習が合宿の前に上がった。相当いい感じだな。食べ。安定度4。いいや。さあ、合宿だ。さらっと行くぜ、さらっと。まあ、肩だな。なんかイベント起きてほしいな。お、いいね。メンタル、やろうと思ったら監督がいた。監督の方から寄ってきてるね、俺。来た。いいぜ。これもしかしたらもう、行った?まだだな。でももうちょっとで行くと思う。レギュラー確定に。あとはもう気にしないでいいや。さあ、打撃テスト行こう。いいね。帰るぜ、俺は。体力回復を優先する。で、あげよう。めっちゃ溜まってないか、ポヒット。めちゃくちゃ溜まってるな。あ、でね、弾道3にしちゃおうかなと思う、今回は。うん。マックスは4なんですけど、あの、博士の手術を成功したら4に、弾道1上がるんですよ。だから3で止めとこう。この方がいいね。上げちゃった方がいい。じゃあ、ミートで、ちょっと待ってね。ほい、ほい、ほい、ほい。うん、これでいいや。強くないか、こいつ。監督はいいね、肩に。さあ、大否定そら。今回は25点以上取るぜ。誰だ、ピッチャーは。浜岡か。おいや。ふい!強振して、おっと?ホームラン。ああ!楽勝ムード漂ってきたな、これ。いきなり。ふい!いいね。ふい!お!なんだ?どうした?おい!待て待て、待て。ここで油断しちゃいけないよな。25点取るまでは油断しない。惜しいぞ、浜岡。ボールを投げてくれ。流す!いいじゃないか、もらったよ、もう。ホームラン打つわ。ドーン!いただきました。今ボール1球しか投げてくれなかったな。かつてボールを11球投げてくれたやつがいたんだが、ちょっとあいつのことを見直さないといけないかもしれないね。非常にいいじゃないか、ここまで。一応ちょっと監督評価のこと見とこう。
多分ね、もうなかなかやりよる Y に変わってるんだよな、ね、こうなるとレギュラー確定。ライブラリも覗いてこう。これはいらない。ちょっと待てよ。あ、頑丈はヘッドスライディング。清野は内野安打丸、いいね。いいじゃないか、取ろう内野安打丸。肩と精神練習も早々にレベル3になった。内野安打丸もう取れるかな。これもうちょっと総力上げてから取りたいな。いやでも変わんないな、これ B が遠いからね。うん、いいや、取っちゃおう。で、まあ肩だな。突然の休校で時間が空いた。おっと、このイベントもいいぜ。これはね、まあ食堂に行こう。そして誰かが持ってる無料券でタダで遊ぶ。そんな都合よく行くんだな、これが。タダでカラオケ。体力が回復する。よし。さあ、能力値上げとこう。こんな感じかな。いいね。ミート70、パワー77、弾道さん。いけるぜ。これだ。問題は打順だよな。今回ね、総力まだ60だから、できたら早め。5番か。まあ、しょうがないね。4打席回ってくることを祈ろう。パフル大学。オッケー、行こう。今回いいな、普通に。今の時点ではグライシンガーとかですよ。行こう、勝とう。とりあえずこの試合いいね。いきなり2点取ってる、気が楽だぜ。カーブ以外を投げてこい。フォーク以外を投げてきてくれ、松倉。あー、落ちろ。取り戻そう。松倉、勝負してこいや。いけるぞ。7回か、これ3打席しか回ってこない、くさいな。まあいいや。うわっ、流し方向だ。行ってくれ。よーし、強えこいつ。さすがパワー77。安藤さんにあげといてよかったぜ。オッケーオッケー。あのね、ホームランを2本打つと、まあ、このメッセージが出て、経験点というのがね 1.2 倍になるんだよね。だからホームラン2本打つと相当ね大きいんだよ。まあでも経験点のマックスは30点だから、それは超えないけどね。あ、走塁は悪くはない、悪くはない。ただ求めてるものは違う。あれ、権力グラブ極み、これ買いたい。うん、これがね
権力が4上がるってやつで、お得なんだよ。普通の権力グラブは2しか上がんない。これ買いたいな。買い物上手のスキルをもらったら買おうかな。ガンダーいいね。体力回復来てるぜ。ここまで流れがどこだ。関明大学か。あーやってやろう。こんな感じだな。ちょっと待って、これ見てなかったな。97の24、 OK だね。経験点4入るようになってる。さあ行くぜ。前回はあれだからな、官名の投手にしてやられたみたいなとこあったから、今回はやらないと。よし、オッケーオッケー。いきなりチャンスで持ってきた末松。非常にいい風が吹いてる。スライダー、よし。このシュートでもいいな。来いや、それまず勝負してこい。オーラ、いけ、風に乗れ乗れ風に。よし、オッケー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 、帰ってこい。それで帰ってこい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 。俺は三塁に行くふりをしとく。とんでもない風が吹いてる。こいつ結構頭速いな。来い。うん、うわー、くそー、ちくしょう。見てもよかったな、まあ、ワンストライクだったから。またチャンスで回ってきた。これも風に乗るだろう。風、いけ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 、ホームに帰ってこい、ホームに帰ってこい。俺は三塁に行くふりをしとく。やべ、まあ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 、かまわんかまわん、関係ない。ここまで4打点か。まあいいだろう。タイムリーツーベース2本。あとは何の練習を引くからな。オーケーオーケー。さあ来い、頼む、肩が精神精神流れがいいね。結構いくんじゃないかこれ。5000ぐらい。よーし、5100。さあこれはまああんま人いないけど、肩やろ。今ライブラリって、あんまいいのないんだ。国見、酒井。国見はなんだ、新庄通りがいらないな。じゃあ酒井とこ。何くれるかな。ゲッツ崩しか。サンキュー。お、魚料理いいね。敏捷ポイントは上がるぞ。運動した後の飯っていうのはマジでうまいよな。もっと食え、そして筋肉をつけろ。お会計は1人3000円。金はね、払わない、払わないよ俺普通に。
まあお金を払うと体力は回復するけど、今はいいよね。この借りはプレイで返すぜ。坂井さん、アドバイスか。坂井さんのイベントはね、結構豊富でいいやつが多いんだよね。コツをもらえたり、あとはね、壺押しを2回引くとね、激アツだから、ぜひ引きたいんだな。よし、ありがとう。これちょっともう1回見たから飛ばすわ。やっぱ全国大会で打たないとな。総力 B になったか。これもうちょっと早い打席で使ってくれるようになるんじゃないかな。俺のこと強くないか結構今弾道さんの76、79、70って明らかに進化している。いよいよ大学ナンバーワンを決める戦いが始まりました。アバタさんがいてか。近代学院大学、まずはこの試合勝とう。そしてアバタさんを打とう。最強大学の先発は久方。これから最強大学の攻撃に入ります。この回の先頭バッターは上村。さあ1球目ストライク。このシュートでもいいね。投げました。おお、よしよしよし、まずはセンター前。いいぜ、勝ってるぜ。しかも先ほどヒットを放っている上村、最強大学追加点のチャンスを迎えています。第9投げました。もうまずはシュートから入ってきました。こしゃくなところに投げました。投げてくるんじゃないよアバター。入った入った、ホームラン。なんだおい、やってけんのか。取れてプロで、おいバタコ。アバタ打たれました。4対2。いやアバタさんいい人だからやめとこう。あおる、たこ焼きをくれるからね。お、アバさんあれか、もう変わっちゃったのか。もっとアバさんのことぐちゃぐちゃにしたかったんだけどな。第9投げました。低めフォークは外れても。第2球アウトロー、ボール、カウンター2ボール。どうしたんだ長友。第3球を投げました。どうしたんだ長友。膝元際どいところ。次は4球目。長友どうしたんだ一体。まあ悪くないな。来てるぜ。来いや。阿波さん落つ。さ来い、肩精神。2回目。まあ悪くないよ。この後で引けばいいんだから。最後。怒りを倒しに行こう。お、メンタルはもうレベル5になったのか、そういえば。よし。暁を倒して、しかも権力練習のレベルアップを引く。やるしかないね。行くぜ。この碇さんとの会話もういいだろ、一回見たから。さあちょっと待てよ、強くないかこいつ。パワーが80になってるぞ。もうミートが79だぞ。強いぞこいつ。いけるぜ。さあやろうか。どちらのチームになるでしょうか。まあ暁大学、最強大学対暁大学、まず勝たないと始まらないよな。決勝戦の模様、権力練習を引くっていうかさ、まあ、そのためには久方抑えてくれ。対する暁大学の先発は俺は怒りを打つから。以上の両先発行こう。よしいいぞ。来たね、回ってきたな、チャンスが。バッターは5番上村。
こいつはね、フォークはあんまり手出したくないんだよな。やめろ野球選手怒り、やめちまえよお前。これからのプロ野球界は俺が背負って立つ。引退しろ。ちょっと待ってよ、なんか点取られてないか。よし、先ほどスリーランホームランを放っている。ぐしゃぐしゃにしよう怒り守るのプライドを。追加点のチャンスを迎えています。まずはインコース。どうしたんだ怒り、カウンター2ボール。どうしたんだ怒り、そんな球で俺は釣れないぜ。さあ4球目、ボー、もう終わった、終わった、怒り守るの人生、野球人生が完全に壊した俺が今。カンプなきまでに破壊した。ちょっと水飲んでいいか。よし行こう。これから最強大学の攻撃に入ります。さすがにもう怒りはあれだろうが、勝てないだろう。心拍数が上がりすぎてやばいな。次が4球目、投げた、スライダーボール。さあ投球5球目、決まった、ストライク。なんか魂が抜けてった気がするな。さあ6球目、ここは、はい、フォアボール。もうぶっちゃけ経験点はこれ完全にマックスだから打たなくてもいいんだよ。どうでもいい、ただ打つ。投げた、あ、これはショート正面。知らねえ、関係ねえよ。最強大学、秋季全国大会を見事に制しました。本当に素晴らしいチームに成長しました。よし、あとは肩練習を引くだけみたいだな。あとは肩練習を引くだけ。ちょっと怒りとかいうやつの顔でも見てくかな。左投手丸ついてドン、ダメか、やったな。そうだ監督ありがとう。バカな僕たちが破れるなんて、俺はお前のメンタルの強さに今感服してるよ。感動してる。これだよ、さあ来い、さあ来い、来い、来い。いやまあ弾けなかったとしても春では弾けるだろう。うん、春では大丈夫。いや来たな完全に。お、これ買おう、チャンスメーカー6000円ってね。でこの満塁男がさ2万円じゃん、でチャンスメーカー6000円じゃん。でその実際に点数を使って取ろうとするとチャンスメーカーこれね、で満塁男これなんだよ。おかしいでしょ、チャンスメーカーの方がさ多いじゃん点数なのに。このライブラリだとあの6000円、こういうねお得なやつがね時々あるから、だからまあ割引される可能性があるから12月4週まで待つけど、12月4週になったら取ろう。忘れないようにしよう。お、お腹が痛いでやす。このイベント前も見たら俺は断る、精神がアップする。サクサクいくぜ、サクサク。まあ肩やろう、肩。一人しかいないけどね。よし、いいじゃないかな、
肩練習弾けなくてももうレベル4なんだから問題ないよ。前向きに捉えていかないとね。こういうのは沢野満塁男持ってるじゃん。いいね。しかも走塁2回引いたのか。レベル4だな。結構やってもいいね。ただね 9% はね個人的に信用ならない。ここは使おう。あとは買い物上手とかも欲しいな。やっぱねショップが重要だからね。ショップがてか強えぞこいつめちゃくちゃ強くないこいつクソ強くなってきてるんだけど。あこれいいね。ちょっと待ってよ。やろう。これね滝本さんの1回目のイベントが起きるはず。これお、まずは監督が話しかけてきて、ガンダー。まあ、体力がある場合は練習をやる。そうすると、上がる。やっぱガンダーいいな。デストラーデさんもね、そろそろ、あれがついてほしいね、びっくりマークが。知らん。もうそんなもん知らん。取る気ないし、初めから。だって俺ホームランしか打たねえからさ、一塁にさいることがねえじゃん。まずゴミだわ。月曜クルシとか言って、ヘッスラもね、あの総力99にするんだったら取らない方がいいんじゃないかっていう説もあるんだよね。逆にだからこれも取らない。なるべくいい特殊能力で20個目指したいよね。肩やろ。出た矢部くんとのあれだな、友情を確かめるイベント。矢部くんと二人でクソ雪合戦した。逆に嫉妬したよ。彼女がいるやつより。そういうことできる友達がいることに。さあ、チャンスメーカーを取ると。OK! ちょっと待ってね、コツなんか忘れてないか、俺。あ、そっか、ヘッスラ取って、満塁とか取ったんだな。OK。いい感じだね。来てますね。来たぜ、おい、矢部くん。パワフルデパート月日の安ぶり。行くしかねえよな。行こう。頼む、成功しろ。来た。買い物上手。流れが来ている。この正月のイベントも一回見たから飛ばす。金運。これね、1000円でもいいんだよね。1000円してみようか。1000円の場合は、お年玉が5000円か、もしくは7000円もらえる。7000円引けよ。きた。止まらない。止まることを知らないこいつ、流れを。1万円。快進撃が止まらない上村の。ライブラリは何もなかった。あ、で、そうだ、ショップで、そう、これ取ろう。権力グラブ極み。美味しいから、買っとこう。で、これは、今は使わない。もう一番最後の最後。だからね、95から99にするときにこれを使う。そんな感じで。走塁やろうかな。ここは走塁はね、なんかね、ちょっとこの前やりすぎたからあんまりしたくない。来た、やべくん、ここからドルマリンリングサポーターとか言って、お前ふざけてんだろ。ふざけてるな、こいつ。デストラーデがまだ光ってくれてないね。デストラーデに期待。まあでもこのイベントはね、もう監督の評価はこれ以上上がりきることはないからどうでもいいんだよね。いいね、肩にデストラーデとヤベがいる。行こう。
強くなってきてるぜ。お、これね、なんかアイテムを売ってくれるイベントなんだけど、ほとんどねあれなんだよね、金にならないんだよね。だからサポーターは売ってもいいな。うん、いらない、サポーター売ろう。他にはない。まあ、1800円、本当にちょっとにしかならないけどね。ヘッスラーは取るつもりはなかったね。よし、これで滝本のイベントを起こそう。起きるよな。あー、起きた起きた。いいぜ、今回は最後までやりたいな、滝本久方イベント。1万円入ってくるってやばいな、とんでもないな。お、滝本が光ったか。これやるか。よし、じゃあ体当たりを先に取ろう。体当たり、体当たり、これ取っちゃって、で、できればパワーヒッターください。滝本さんお願いします。滝本来い。いやー、広角でもまあいいよな。うん、オッケーオッケー。バレンタインか、これだるいんだよな、やる気下がるから。広角でも今取れるな。うん、ちょっと待って、ミートと強っ。どんな強さだよ。 A にしちゃって、よし、じゃあこの攻撃打法取ろう。はい、あとは試合の直前になったらエラー回避をボカーンと上げるか。これ久方イベント起きるんじゃないか。どうだ、よし、めっちゃ流れいいじゃん。めちゃくちゃ流れがいいじゃない。ショップに新商品、さあどんな感じだ。うーん、いいのは来てないね。でこうちょっとアロマ買おう、試合があるから。やる気を上げといて、ね、まあいいや、ここはメンタルだな。うん、メンタル、ほい。さあ相手は誰だ。あ、違う、俺の打順は来た、一番最高。この流れをものにするしかない。ファブル大学か。そしたらエラー回避いつも通り上げちゃおう。ちょっと敏捷が足りてないか。ミートとパワーもうちょっと上げようかな。こんな感じ、よし、 OK、 行こう。まあ、今回はパワーヒットスターはないけど、広角打法があるからね、長地方向のホームランも狙っていこう。まずはこの試合勝とうぜ。来た方いつも通り頼む。よし、やっぱ一番っていいな。こいや、松倉絶好調。俺も絶好調。奴の球威に押されたな今。こいや、おら、風に乗ってくれ、風に乗って、俺は3つまで行くぞ絶対。成功したことあんのか、3つまで行って。俺、まあ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 、二塁打として
記録されるから、ちょっとこれまずいぞ。ドーン、よし、ちょっとこれは3つまで行きたい気持ちもあるが自重しとこう。試合が際どいから勝ってくれよ、っていうか勝てよ。よし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 、いいぞ。はい、来ました。はい、来ました。満塁男の本領発揮だ。これが覚醒。覚醒が始まってる、上村の。怖くなってきたな。満塁男つけといてよかったね。よし、今回は春の大会も優勝しよう。勝った。来てる、全ての流れが来てる。こいつに始まった。いやー、怖くなってきたな。ここまでうまくいってると。しかし肩とメンタルがレベル5、この時点で素晴らしいぞ。じゃあまあ肩やるか。ふい、矢部くんと絆を結んだ。今回の相手は関明大学。2回連続か。ちょっと待ってね、50、50の多分無理なんだな。とりあえずエラー回避上げとこう。敏捷がちょっと足りてないかな。うん、まあ走塁を時々挟んでいこう、人がいい場合は。あ、でもエラー回避もうあれか、 A 間近か。行こう。ちょっと集中していくわ。さらに集中していく。まず関明大学に勝とう。そっからだ。1番上村、カーブとシュート、いいね。おん、あれ、行かない？いや、今の俺には足がある。やめとこ、やめとこ、やめとこ。今打った瞬間行ったなと思ったな。ちょっと待ってよ、俺はこんなところでくじけるわけにはいかない。勇気が足りてない。勇気を出すんだ。まあ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 、悪くない悪くない。二塁まで行こう。二塁まで打ってくれ、頼む。手入れてくれ。分かったよ、分かったよ。風に乗れ、行ってくれ。いや、行くじゃねえか、強こいつ。強こいつ、パワーマジで強いこいつ。パワーヒッター持ってないのに。よし、来てるぜ。
きたぜ。樋口くん、おら、よーし、いいぞいいぞいいぞ、いいじゃないか、ツーベース3本にスリランホームラン満点だ。え、あ、ビビった、マジで心臓に悪すぎる、心臓に悪いぜ。おらー止められない、もうもはやこの男のことを誰も止められない。ここまでは来れるんだ、ここまではいつも全国大会でふんどしを締め直さないといけない。これは何でもいいな、まあ打撃とか来てくれたら嬉しいね。練習走塁でもいい。お、走塁もこれさ、レベル5になっちゃったよ、素晴らしいじゃないか。矢部くんいいね、ちょっと待ってね、先にライブラリ覗かしてくれ。あ、これ撮ってもいいな、うん、4月4週になったら撮ろう。まずはライブラリの割引を待とう。ショップも早く入れ替わってほしいな。友情タッグの引きもいい。あとはデストラーで、お前が光るのを待ってるんだ俺は。お、いいね、いいと思うのエースだ、さすが最強のエースだ。こいつはね、まあ、城山ってやつで抑えかな、言ったら久方が先発エース、こいつはお前抑え。しかしそれは負け犬の言い訳で、本当に目指すべきは1番、オンリーワンのルクソぐらい、ナンバーワンクソ価値があるんだ。いいじゃないか、人それぞれで思うがね。帰ります、お疲れ。これは体力がちょっと回復する。いいぜ、イベントの引きも。ちょっとどうしようかな、この二人が走塁か肩に来てくれることを見越してメンタルやっとこう。はい、さあこっから勝負だろう。お、じゃあこれやろう、走塁ちょっと足りてないからね、文章すげえ上がるな。借りを返すぜ、怪盗学院大学。エラー回避80にして、でどうしようかな、まあ適当に上げるか、こんな感じで。これで経験値の修正は OK だから、あと適当に肩でも上げとくか。いいね、とんでもなくいいな、パワー83にしとこう。来いや。いよいよ大学ナンバーワンを決める戦いが始まりました。この流れを止めたくない、大学対海東学院大学、この流れのまま行きたい俺は。1回戦の模様をお伝えしてまいります。最強大学の先発久方頼む、対する海東、俺も打つ、俺も必ず打つ、お前も抑えてくれ。よし、1番、これから最強大学の攻撃に入ります。トップバッター小村、上村、第9位ランナーボール、シュートか、これ狙ってもいいな。第2球投げた、外角高め外れてボール。第3球飛ばすぜ、ボールを取る、うわー、くそー、まだまだまだ焦るな。ワンアウトランナー一塁となりまして、上村、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。
セーフ。一塁はセーフ。第9投げました。ボール。まずアウトコース。ボール球に当てました。第2球。シュートはボール。ファーストランナーをちらっと見て外れました。小村、勝負してくれ。第4球を投げました。上村。うわー、クソ、フォアボールか。まだどっちも1点も取ってない。打順は1番に帰って上村。ここでやらねば。投げました。おら、行ってくれ行ってくれ行ってくれ、頼む。いったー、関係ねえな、地方とかドームとかよ、もうこいつには。当たれば飛ぶ。勝って勝って、よし。来たぜ。来たぜ。浜岡。カーブはボール。第2球。決まってストライク。投げました。カーブ決まってワンボールツーストライク。焦るな。投げた。いやいただきました。ホームラン、スリーランホームラン。2打席連発。4対0。最強大学リードを4点に広げます。強すぎるこの男。来たぜ。久方もよく頑張ってくれた。俺もなんとかですよ、よかったよ。よし、来たぞ。関係ない、ここまで来たらもう関係ない。俺も最強の選手を作る。もう関係ない。ちょっと待ってね。この試合が終わったらあれなんだよ、博士が来るんだよ。あ、博士が来るっていうか、博士が来る可能性があるんだよね。で、博士が来るとまあ全部の能力が10上がるんだけど、博士が来るまでに目指したい能力値っていうのがあって、オール85、いや、権力と守備力80でいいんだけど、他のは85を目指したいんだよね。ちょっと今計算していいかな、その能力値どれぐらい必要か。めんどくせ、やめた。だってめんどくせえもん、やめた。この試合終わってからそれは考えよう。まあメンタルだな。あれ、ちょっと待って、これ4月4週になったら取るって言ったんだな。よし、 OK。 来たな、ついに来たな、全国大会に。春の決勝の相手は全国レベルの強豪帝王大学。山口、おなじみ、目がやばいな、言っちゃったりやんす、目がやばかったりやんす、あれは常人でないでやんす、お前の眼鏡もだいぶやばいぞ。やべ、そうだ、証明するしかない、もうここまで来たらやるしかない。できたらここで勝ちたいね、うん、で山口はとんでもないフォークを持ってる。だからそのフォークはもうはっきり言って手出さない。カーブはそんなに変化量は多くないから、これは手出してもいいね。山口はカーブかストレート狙う。返せるよ上村、返せる。
あーやっちゃった、くそー。安村落下点に入った、掴んでワンアウト。よし、ツーアウトランナー二塁となりまして、上村第1打席はライアフライに倒れています。投げた、アウトコース低め、外れてボール。第2球、このフォークはちょっとね、インコース決まってワンボールワンストライク。第3球、あぶねー、当たんなくてよかった。第4球を、うわ、交代、どこだ、うわー届かないか。山口、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。バッターは5番上村、今日はセカンドフライとライトフライ。第1球、あーっと、とんでもないボール、よし、いけ、あー、ナイスナイスナイス。投げた、舐めるんじゃないよ俺のことは、舐めるんじゃないよ。終わらせねえぞ。9回裏に俺に回せ、ランナー2人溜めて、来た。8回の裏、1点、チームメイトが躍動してる。大学の攻撃、先ほどツーランホームランを放っている上村、初球はボール、まずは低め、投げた、ストレートはボール、投げました、決まってストライク、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。第4球を投げました、アウトコース、外れてボール。さあ5球目、変化球ストライク、ドル完全勝負しよう。さあ6球目、うわー抜ける、よーし、とりあえず、よし、同点のランナーし出たな、頼む、取ってくれ取ってくれ。試合終了です。最強大学1点差に届かず敗れました。勝てねえか。まあ4試合できたからいいか。練習ももう欲しいものはないしな。この春大会では十分すぎるものをもらったよ。パワーヒッターもらったし、ここでまあちょっとあの特訓って言って減るんだけど、このやる気はすぐ上がるね。4月1週で、いや、めちゃくちゃ強いな上村。バースも来た、やるぜこっから。ついに来たな4月1週。ちょっとさっき言ったやつ計算していいかな。よし、OK。計算してきたよ。あと必要なのが、筋力が183、臨床が386、技術が290。で、精神はあと5ポイントでいいと。これ考えると、今からはちょっと、精神練習控えめにして、筋力練習と走力練習やっていこうかなと思いますね。じゃあ、これ走塁練習やろうか。はい。頼むぜ。なんだ、お、ダンジョン、これね、これはね、フラグ、このイベントはフラグなんだよね。このイベントの後に実際にダンジョン創作の、ね、イベントがあるんだけど、まあちょっと発生するのが遅いな。1回目が、2回目来てくれるかね。パワードリンクデラックス買っとこう。精神練習控えていきたいからね。さあ、お、これはソウルやろうかな、光ってるから。友情タックが発生してるときはソウル練習やろう。で、それ以外は基本的に語れ。うい、上がるね。さあ、来た、
4人目にしてやってきたな、この男。私大丈夫と。まあおなじみだな、こいつは。信じてついていく。もう喋ることはない。もう多くは語るまい、この大丈夫博士について。いや、この上村だったらね、これ成功したら絶対いけるね。そうだ、博士はね、まあいろいろ選択肢があるんだけど、一番成功率が低いけど一番うまみが多い。とにかく野球が上手くなりたい、間違いないね。どんなことがあっても人の上に立ちたいのですか。強くなりたいのですか。それでも強くなりたい。もうやるしかないんだ俺には。これもうね、成功するよ、うん、もう大丈夫、うん、今心が落ち着いてる。いや、心が落ち着いてます、不思議なほど。うん、はい、成功ね。はい、どうもお久しぶりです。今これちょっと実況じゃなくて後で音声をつけさせてもらってます。まあ、ご覧の通りですね、岡島という選手で、まあ、博士の手術が成功しました。基礎能力は、まあ、全部99、1個、まあ、総力が S100 でマックスと。で、特殊能力の数も、まあ、全部でギリギリ20個ということで、一応目標にしてた選手がこれでできたんですよ。ただですね、ちょっと冷静に考えてみたら、なんか弱えなと思って、こいつ
なんか弱い。よくよく考えてみるとね、あんまりうまくいってないんですよ、正直言って。博士成功した以外は。うん。もうこんなんじゃ納得できないぞと。視聴者が。視聴者がっていうか、自分が全然納得してない。俺ができる最強のバッターを作ったぞって言えない、全然。ゴミだよ、これは。あえて言うと。そう。だから、まあ自分が納得できるだけの選手をもう一度作ろうと思って、やってました。すいませんでした、遅れて。ということで、まずは、今まで作った天才選手のダイジェストみたいなものをまとめたんで、まずはそちらからご覧ください。強くねえかこいつ、強くねえかこいつ。E がないよ、全部 D じゃん。パワー以外、パワー61かちょっと低めだけど、それ以外相当いい。今まで来た中で一番あれだな、初期能力強いかもしれない。あ、足に爆弾ついてるんだ。いいよ、人間誰しも爆弾の一つや二つついてるでしょ。じゃあ肩練習からやっていこう。でね、ちょっと今回はっていうか、だいぶ前からやってるんだけど、あのね、筋肉と恋愛の共存、筋肉と恋愛の共存っていうのを一つのテーマとしてやっていこうかなと思って。ちょっと今まであまりにも恋愛のことを軽視しすぎていた。
デストラーデか、今回は。筋肉と恋愛の共存をテーマとしてやってる。まあ、まずここでバイトするんで、一回。そしてその帰り道に、このホムラちゃんに出会うと。このホムラちゃんと、ちょっと、恋愛してみようかなと。お、監督がいる。これやろう。監督、話しかけて。ライブラリ、一応見とこうかな。まだあんまこの時点では買いたくないんだけど。よし、OK。ないと。アイテムも一応見とこう。使わないんだけどさ、アルマデッツは。了解。よし、バイトするか。まあ、バイトっていうか恋愛だね、恋愛。バッティングセンター行こう。バッティングセンターに行くと、このホムラちゃんとね、知り合うことができると。でね、ホムラちゃんを彼女にするには、まあ、ちょっとね、時間が必要。時間というか、何ターンかホムラちゃんに費やすんだけど、それに見合うだけのリターンはある。で、まあ、わかりやすく言うと、筋肉のためにホムラちゃんを利用するみたいなところはある。はぁ、何よ。いいじゃねえかよな、バイトしたって。あいつ何考えてんだよ、久方。何を考えてるんだ、こいつは。デートしよう。いきなりホムラちゃんとデート。行こうぜ、ホムラちゃん。野球なんかやってらんねえよ。女と遊ぶ。それが俺の一番の楽しみ。さあ、ホムラちゃんとの初デートは社会人野球の試合だ。変わった子だね。ホムラちゃんはあれだな。野球教なんだな。確かに野球を見ることは好きだけど違う理由もある。将来プロで大活躍する藤井君。それが野球観戦ってなんか素敵だよ。いいね。俺のことを信じてくれてる。そういう人が一人いる。それ大事なことだ。こいつはいいやつかもしれない、もしかしたら。俺今まで間違えた。ふざけるなよてめえ。なんなんだこいつらは。こいつら。マジで許さないな、俺のことを。まあいいや。これちょっと監督のことを追わないとレギュラーになれないんで。打撃練習しようか。はい！オッケー、よかった。監督、頼む。監督？おかしいですね。わかった。決めに行こう。デート。そうだな、このラインナップだったらショッピング、あ、このイベントいいよ。これを見つけてあげるとホムラちゃんの評価が上がるんだが、やった、やったじゃないか。アマゾンで検索した方が早かったかもしれないけど。じゃあまたね。どうする、このまま返しちゃうのか。これね、どっちの方がいいと思う。実際やっぱまだ早いかな。そうだね、告白しよう。ここで告白しないやつは男じゃないよ。ホムラちゃん、ホムラちゃん、おっと来た。いきなり来た、ホムラちゃんか。2回は振られること覚悟したんだけどな。やったね。背も小さいし胸もぺったんこのホムラで良ければ一向に構わんけどね。それはむしろ構わん。こっから行こう。てか相当あれだね、監督の評価が落ちてるから、監督のことを追っていかないとね、レギュラーになれないぞ俺は。まずよし、メンタルに監督がいる。よーし、まず1回、3回ぐらい引かないと厳しい気がする。筋トレか。どうしようかな。あ、でも、こいつちょっと筋、パワーが低いんだよね。じゃあ筋トレしてもいいや。行こう。はい。監督、頼む。頼む、監督。あ、このイベントいいわ。試験イベント。監督の評価上がるぞ。これで十分だ。いい出来で頼む。やった！よ
穂村ちゃんと付き合うとね、ちょっと監督の評価がね不安になるんだけど、これなんとかいけるんじゃないかな。さあ監督守備か、村下ちなみに内野安打、今はいいや。守備、いやここはちょっと肩いこう。レギュラーにさえなれればいいんだよ、レギュラーにさえ。ここでまずこの奨学金の評価、俺の予想だと1200、よし、なんとかいけると思う、これ頑張れば。監督いないね。じゃあここメンタル、ちょ落ち着いていこう、落ち着いて。ああ、このイベントか、悪くないよこれ。スカウトの評価下がるけどポイントは上がる。よし、走塁だったらやってもいいや、行こう。監督、よし、あと一回監督と話せばいけると思う。彼女が肩練習にいる、これちょっとやりたいな、買ってやっちゃおうかな、金結構あるしね。へい、小村ちゃん話しかけて俺に頼む。おい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 、あ、ショップが勝った、いいタイミングだな。さあちょっと見ようかな、欲しいものはない。彼女行こう。ちょっと穂村ちゃん、やったまさかラブパワー発動だこれは熱いぞ、ラブパワーは。ラブパワーはね1ヶ月間ぐらい続くんだけど、練習でもらえるポイントが増えるね、これ熱いよ。さて見て、あ、これちょっと行きたいね。 9% か、わかった、じゃあパワードリンク飲んで練習しよう。そしたら次の週も練習できるから。はい。うわ、足が痛む。大丈夫だ。さて、よーし、肩にいるぞ。いい感じだね。しかもこれラブパワーだからね、めっちゃ上がるんだよね、能力値が。おーっと、いいイベントだ。さあ、これは帰ろう。頼むぞ。ちゃんと寝ろよ。OK。いい感じ、いい感じ。打撃か。ちょっと待って、監督の評価確認しよう。まだそうだよね。まだなってないよね。ただこれは、ちょっと悩みどこなんだよね。まあ、行こう、監督。打撃だったら。よし！ OK、OK、OK、OK。これはいけるわ。これ大丈夫だ。さあ能力上げよう、弾道さんにしちゃって、総力上げて、どんな感じだ、ほいほい、ほいほい、 OK、 いいじゃん、ちょうどいい。さあ最後はこれはメンタルでいいな、メンタル。さあここでレギュラーを確定させようじゃないか。ラブパワーが終わった、いいね。25点以上な。今村来いや。いいぞ今村、分かってるな。いいぞ今村、うわー今の行かなかったな、うわー今村頼む。そうだ、分かってるだ。頼む。よーし、あと22球だぞ今村。ほっ、ちょっとそうだ、ちょっと待ってよ。
よし、オッケー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 。おっと、三塁だ。素晴らしい。よし、見てこう見てこう見てこう。まだ焦る必要ない。まだ焦る必要はない。今村ならやってくれる。大丈夫。今村なら。今村は何をやってるんだ一体。やるべきことを考えてくれ。あと12球でいい。25点諦めた。中評価を狙っていこう。いや、これまだわかんないな。こっから10球連続で今村が頼む。今村、お前の本気を見せてくれ。お前の本気を見せろよ。何をやってるんだこいつは。10打数1安打。何も言えねえわ、俺からは。俺からは何も言えない。さあ、切り替えていこうじゃないか、こっから。監督の評価を確認しとこう。頼む。よし、オッケー。問題ないよ。これすごくいいね。すごくいい流れ。よっ！これ取ろう。ローボールヒッター。だから、10月の4週まで待とう。割引されるかもしれないから。さあ、こっからは、ま、肩とメンタルやっていきたいね。肩いこう。これは、そうだな。残り体力的に。帰ろう。帰っちゃおう。やった。これいいぞ。よし、能力も上がる。肩練習が上がる。よし、肩にデストラレと滝本がいる。行こう。さあ、試合だ。9月3週。まずは能力値を上げよう。総力 B にして、どんな感じだ。こんな感じ。いいね。あ、総力もう一個上げれるな。ほい。これちょっとな、3番とかで使ってほしいんだが。メンタル、さあ行くぜ。試合だ。あー、5番か。まあいいや。4打席回ってきてくれることを祈る。駅前大学ね。ミートあげよう。よし、行こう。いや、彼女ルートとしてはここまで非常にいいね。一発でできてるし、あとは試合でどれだけやれるか。行こう。中山だ。誰かホームラン打ったな。くっそ、こいつ俺を幻惑しやがる。いいボールが来るまで待とう。よし、丈夫だ。うわーらー、ちょっと待って、落ちてくれ、落ちて。よし、あー、二塁止まりか。そうだな、これはいけないな。いいね、行こうじゃないか。一発、ダメだ。くそー、下叩いた。落ち着こう。打撃不振に陥ってるな。まず壁を乗り越えよう。これー一発。うーん、早すぎた。引っ張ろう。よいしょー！よーし、ナイフが行ってくれた。こっからだ。
からだろ。もう一打席。よし、行こう。高杉。お、ちょっと待てよ、これ。これ、ど真ん中で待ってもいいな。相手の体力が尽きている。おい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 、どうした？ど真ん中嫉妬待ち。フォアボールにはさせない。来い！おらー！いただきました。乗り越えてきてる。乗り越えてるね。いいんじゃないか、ここまで。いいじゃないか。さあ練習、肩か精神を引いてほしい。頼む。まだね、まだ1回目だから焦る必要はない。お、ショップに新商品入荷。いいね、見よう。さあ欲しいものはないと。 OK、 こっから行こう。ちょっと肩練習引いてほしいな、やっぱ。この人はどうしようかな。堂前、満塁男、永瀬。永瀬はいいわ。まあまだ焦って取る必要ないね。ここは肩いこう。ほい。さあ2回戦目だ。ガンダー、体力回復。いいね、頼むぜガンダー。相手はどこだ。関明大学、強えからな。よし行こう。そしたらミート B にして、パワー上げて、まあ総力ちょっとまだいいや。ミートとパワー優先していこう。さあちょっと打とうぜ。大気不振から抜け出さないといけないね。てかね、こいつはね結構強い。あのね、彼女を作ると、まあ、それで3、4ターンぐらい使うから、序盤の能力って低くなりがちなんだけど、こいつは能力やっぱ高いよ。いける。行こう。おっと、いきなり2点取ってる。いいね。よし、来いや。玉城。嫌なコントロールしてね。ドラー！ダメだ。なんでだ？なんでだ？完全に陥ってるな、これは。球来い。それはもう打ちたくない。これだ。あー、よし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 。お、しかも二塁までいける。よしよし、まずは一本だな。こっから調子を上げていきたい。これを打ったら4打席目回ってきてくれる気がしてる。おい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 、コントロール自由立てじゃないな。おら、よし、オッケー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 。三塁まで。あ、いけないな、やめとこう。ちょっと4打席目回ってきてほしいから。待ってこい、待ってこい。オッケー、いいね。ギリギリじゃねえか。8回裏2アウト。
内角に。その球いいんだけどな。引っ張りたい。あー、フォアボール。まあいいだろ。 OKOK、 先に駒を進めることが重要だからね。さあちょっと練習で肩引いてくれ。まあ精神でもいいんだけど、頼むよ。はい、よーし、 OK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 、 いいぞいいぞ。一回引ければいい、一回引ければ。あとは精神練習。奨学金これどんぐらいだ。5100円。 OKOK、 年明け1枚を狙える最低ラインだね。ちょっと監督評価もうちょっと上げときたいから、平竹いいや、ここメンタルいこうか。よし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 、いいぞ。年明け1万円狙いたいね。これは肩やろう。肩よし、いいぜ。でそうだ、ライブラリーこれもう取っちゃおうかな。今もう割引されなそうだから行こう。よし、いいぞ。これはライブラリーで取りたかったな。ローボールヒッターとハイボールヒッター、どっちかは。彼女、筋トレでもいいね。筋トレでもパワーが少し足りてないよ今。うん、筋トレしよう。彼女もいるしな。おむらちゃん話しかけて俺に。うん、よし、アバタさんか、勝負だ。さあまずはパワーを B にして、走力上げちゃうか。こんな感じだな。うん、行こう。実は俺は特訓をしてきたよ。アバタさんを打つ、アバタさんのシュートを打つ特訓をしてきた。まあシュートはもともと嫌いじゃないんだけど、さらに少し練習してきたということ。やるしかないな。対する近大学院大学の先発はアバタ、以上の両先発。頼むぜアバタ、シュートを頼む。バッターは5番藤井、来い。投げました、そうだ、分かってるな。第2球投げました、ここだいただいた。出た、練習の成果が。まず1本だ、まず1本。もうシュートではなかった、確かに。ただシュートを打てるという余裕から今のスイングができた。オッケーオッケーオッケー、帰ってこい帰ってこい。あー、よしよしよし、三塁には行けないか。いいぜ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 、 いいぜ。ここまで特訓の成果が出てます。今日ツーベースを打っている藤井、第9投げました。これはやめた方がいいかもな、浜津さん。シュートを投げてこい。投げました、高め際どい、ボール、カウンター2ボールのストライク。第3球を特訓のせいかな、これが。これが特訓のせいかだ。来てる、流れが来てる。よし、おい、アバター、アバターを出せよ。フライダーかこいつは。
第3球はスライダー決まってツーボールワンストライク。落ち着いていこう。投げた。入るな。アウトコースへ。カウントはツーボールツーストライク。ちょっとここは打ちました。落ちるっしょ。オッケー、いいね。4安打ってこれもしかしたらあり得るな。アベレージだ。いいぜ。ちょっとこれは何か特殊能力が欲しいね。期待していいんじゃないか。さあ、経験点はどれもいい。特殊能力なんだ。ここ頼む。いやー、来たー。来てる。でかい。これは練習。よーし、来てる来てる。これは完全に来てます。いけるぞ。ローボールヒット取っといてよかったね。精神だな、精神。はい、ガンダー、素晴らしい。さあ、勝とうか。最後の試合、怒り戦。ここで勝って、しかも片岡選手もう一回引いたらあれだな、爆発だな、爆発。パワー1個上げて、ミート上げて、うん、これでいいね。てかいいな、能力値が。彼女もしとは思えない。大学ナンバーワンに輝くのはどちらのチームになるでしょうか。いくぜ。大学対暁大学。まず勝ちたいよ、試合に。決勝戦の模様をお伝えしてまいります。抑えてくれ。最強大学の先発は久方。俺は怒りを打つ。うわー、お、いいね。味方も一点返してる。これから最強大学の攻撃に入ります。こいや。この回の先頭バッターは藤井。第9球ヒットを見送ってストライク。インハイ決まってワンストライク。第2球、あっと、手出しちゃったな。ボール球だったな。ワンの落ち着こう。ランナー1人を置いて迎えるバッターは藤井。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。ストレート決まってワンストライク。第2球投げました。あ、上田また厳しいところでした。今度は心を強く。カーブはミートでいいよ。一塁へ一つ牽制球を送りました。投げました。あ、嘘でしょ、マジで。くそ、弱いよ。心が弱いんだよ。7回の裏、最強大学ラッキーセブンの攻撃に入ります。己に勝つ。今日はセカンドボールと三振。怒りに勝つわけではない。己に勝つ。第2球、ボール外れました。敵は自分だろ。投げました。決まった。ストライク。低めいっぱい。次は4球目。見送ってこっからだ。さあ、5球、5球目打った。よし、これはヒットになります。1本打っときゃいいだろ。9回裏に俺出ません。分かってます。打たなきゃいけない場面ってことは分かってます。今日はヒットは1本。第9ストライク。第2球スライダー決まって2ストライク。投球は3球目。ライジングショット、ボール投げました。落とした。ボール。次は5球目。あー、もうなんでだよ。やったー、やったー。本当に素晴らしいチームに成長しました。
いやー素晴らしい勝利だ。私何もやってません。チームメイトがやりました。まあいいだろう、俺が打てればよかったが、それでも勝つだということで。よし、左投手に弱いもつかなかった。怖かったけど、仮は4年の10月3週で返そう、怒りに。よし、さあ練習は何を引く、頼むぜ、来い。筋力ね、筋力はまあいいです。肩稼いじ、あー走塁ね、まあ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 走塁も最終的にやるからいいか。 OKOK、 いいよいいよ、1回ずつ引けたから。さあまずはちょっとライブラリチェックしようか。お、チャンスメーカーあるじゃん、これ取ろう。そしたら12月4週までは待とう。でどうしようかな、ショップは、まあまだいいや、練習してこう。よしいいぜ、肩練習。ちょっと待ってね、走力はこれ結構、そうだよな、走力の直視相当高かったんだよね。じゃああんまり走塁練習はしない方が良さそうだと。肩行こう。ちょっと監督の評価も上げたいな。何、矢部くん来た、パワフルデパート。はい、はい、来ました、買い物上手アバタさん、アバタさん、あんなことがあったのに、全国大会でそれでも俺に話しかけてくれるんだな。こうやってでかいよ、でかさを感じた。あ、そうだ、あのホムラちゃんを彼女にしてるんだけど、この恋愛成就のお守りってやつが必要なんだよね。買っとこう。もう彼女になってるんだけど、そっからさらに評価を上げる必要がある。お、肩いいね。エバラさん一応見とこう。粘り打ち、ミート対応、いや粘り打ちしか持ってなかったら行くんだけど、これはこれはメンタルかな。うん、えい、よし、1回ずつ引けたのは大きいね、練習。そして精神もレベル4と。彼女、ちょっとホムラちゃん話しかけてくんねえかな、俺に。頼むぜ。まあ、やつも気分屋だからな、気分屋。メンタルいこう、メンタル。はい。よしよしよし、いい感じだね。デストラーデ。前から思ってたけど、なんだか俺とお前って似てないけどな、全然。友情タッグトレーニングだ。いいね。素晴らしい。さあ、ここは、ちょっとね、この週実は練習したいんだよ。メンタルじゃなくて、これ守備でもいいな。いや肩いこう、肩、せっかくレベル4になってるんだし。 OK、 いいじゃない。クリスマス会うのはホムラちゃんの仕事が終わってからだから、そろそろかな。彼女がいるとクリスマスはこういうイベントが起きるんだよ。よかったな、矢部と二人で空想雪合戦してるのとは大違いだな。さっきの野球名勝負編集で徹夜してしまったっす。あんまり無理しないようにね。あとこれを渡すのにドキドキしてて眠れなかった。クリスマスプレゼント、おっと、なんか悲しそうな顔してるね。こういう贈り物は初めてで、どうしたらいいかわからないっす。もうホムラからのプレゼントはないっすよ。かわいいね。
ったな、お前。お前変わったよ、藤井。俺は矢部と二人で空想雪合戦してる時のお前の方が好きだったな。今のお前のことは全然羨ましくない。ショートグッバイ、お前。穂村ちゃん、何を伝えたいんだ、俺に。さよなら男。やったね。あ、あぶねえ。忘れるとこだった。チャンスメーカー。よし。これ特殊能力の状況も結構いいんじゃないか。今んとこ、4つ。しかも結構いいの取れてるな。ローボールヒッターも取れてるし。いい感じ、いい感じ。これはちょっと肩やりたいな。3人いるって相当いいぞ。待てよ。いや、パワードリンクデラックス、パワードリンクは買えない。し、いける。絶対いける。オッケー。任せろ。この程度、乗り越えられないようで。ガンダー、素晴らしい。体力回復。素晴らしいぞ、これは。お、このイベントはいいや、無視よ。逆にここで体力減ったのが良かったかもしれない。なぜなら1月で実はちょっと上がるから。さあ、正月も実はホムラちゃんがいるとイベントが起きるんだ。今年もよろしく。お前、女と遊んでばっかだな。筋肉の方ないがしろにするなよ、藤井。分かってるだ。じゃあホムラ、それを見に帰るっす。いやいや、その流れは俺を初詣に誘いに来てくれたんじゃないの。こいつら冗談も言い合える仲になったんだな。ホムラ、小さいからしっかり握っててほしいっす。何やってるんだよお前。俺が花山薫だったら手握りつぶしてるぞ。体力をつけたい。これがね、結構いいんだよね。体力の最大値が上がる。そして疲れが取れると。いいイベントだね。さあ、ここ多分1万円はいかないが、8000円はいってほしい。よーし、8600円。いいね。十分十分。ライブラリー覗いとこう。高すぎ、いらない。来た。待って、村のヘスラ、いいや。ヘバラはさっき見たね。よし、ユズタクラ。もうこんなにいっぱいポイントが入るようになったな。お、ショップの商品が変わった。見とこう。あ、パワーバット極み来た。これやるか、買うか。そうだよな、こいつちょっとパワーは初期値低かったから、パワーバット極み買ってもいいね。てか買おう。そしたらちょっと金貯めないとね。ここはメンタル。病院でしっかり見てもらって、あ、これ爆弾の話だな。うん、いいんだよそれは。やべえ、ちょっと待って、このイベント相当熱いぞ。これね、どっちか直で能力上がるって話なんだけど、普段だったらミートやるんだよ絶対。ただこいつ、うん、これにしよう今回は。でここでまずもう一回続けるかどうかやる、出るんだよ。でこれ続けると、うん、体力が減る。あれ滝本さんが話しかけてくるんだけどな、普段は。ちょっとあれが足りなかったね、滝本の評価が。そしたらメンタルいこうか。やっぱパワーバット極み買おう。決めた。なんだ、あ、久方。なるほどね、久方との打撃練習ということで。これは変化球投げてもらうか。ここは技術上げとこう。よし、いいイベント、いいイベントだらけ。ここは、うん、ここは肩だな。よし、いいぜ。
仕上がってきてるぜ。待てよ、来月8600円入ったらパワーバット極み買えるね。よし、十分買える。でライブラリはよし、買う必要はないんだよね。 OK。 久方、滝本久方イベントまだ起こしてないんだよな。そういえば穂村ちゃんがいるとね、まあ、クリスマスとかバレンタインとか節目節目のイベントが全部いいイベントになるんだよね。まあ、しかし穂村ちゃんの進化はそれではないんだよ。一番最後に大きなご褒美が待ってる。まあそれはお楽しみだな。最後のよし、疲れが取れた。いいね。さあここは、いや筋トレ、筋トレはいいや。ここは肩よし。試合だ。ハンダ。トルヨン。ミートだよ。微妙だな。トルヨンはまだいいや。肩。あ、その前に上げとかなきゃ。そしたらミート A にして、パワーもこれ A にできて、総力も A と。素晴らしい。肩を60。守備も上げちゃって、エラ回避も上げろ。強いなこいつマジで。この段階でこの能力値でめちゃくちゃ強いぞ。しかもパワーヒッターもすでに取ってる。いいね。はい。なんだおい、おいおい、勘弁してくれよ。俺彼女がいるんだよ。行こう。分かってくれるよ。俺が女と遊びに行ったんじゃない、筋肉の疲労を取りに行ったんだということ。穂村ちゃんなら分かってくれる。さあ俺の打順は5番か。まあある程度仕上がると5番になっちゃうんだよな。なんか、まあ、肩、いや守備を上げとくか。うん、こんな感じでいいな。行こう。さあちょっと気合い入れてこうぜ。試合は中山だ。ドーン、行け風に乗れ。うおー、もうこれ行くしかない。ついに来たスリーベース。いいじゃないか。来いや、中山だ。おら！これも、もうちょっとだな。やっぱ広角打法が欲しい。しかし、俺は行く。だー！セーフ。疑惑の判定。疑惑の判定。よいしょー！オッケー！いただきました。来てるね。いいじゃないか。いけるじゃないか。よし、締めの一本といこう。どれ！いただきました。マジで強すぎる。出すぎる。よし、来てるぞ。OK。
願わくば精神あたり引いてほしいね。練習し、いいとこ引け。よーし、きたか、きてる。いけるぜ、これは。しかもダンジョンの噂、これは前も言った通りフラグなんだよね。この後に実際にダンジョンを探索するかもしれない。いいぜ流れが。